ほうれん草、ほうれん草でも合いそう。赤いきつねとウィンナー合うの？意外。あんまさ、なんか袋麺とかもだけど、あんま具入れない、入れない。なんか入れるとしても、うまかちゃん食べるときにもやしとか。うまかちゃんはもやししかトッピングしたことないね。うん、ほぼ。あとメンマ好きだから、あのラーメン食べるときメンマ入れたりとか。メンマが好き。コンビニのさ、穂先メンマだっけ、あれめっちゃ好きなんだよね。あのメンマが、あ、卵も入れない。入れたことあるけど、あんまないね。ああ。柔らかメンマ、柔らかメンマかな。コンビニに売ってるメンマあるじゃん。あれめっちゃ好き。メンマが好き。美味しいメンマ。2度目の方ありがとう。久しぶり、ありがとう。久しぶり、ひげじい来たよ。ありがとう。クリームカルボナー卵合いそう。え、わかん、でも最初は普通に食べたい。普通に食べたい、最初は。もう何も入れずに。最初はど、うん。食べるとしたら次。次に、卵合うかな。でもチーズ入れたいんだよ。メンマ好き渋い？メンマ好きなんだよね。うん、フォローありがとうございます。どうもの方ありがとう。桃屋のメンマ、桃屋のメンマは食べたことない。あのコンビニのさ、コンビニのやつ。とかスーパーに売ってるメンマとか。ラーメンに乗ってるメンマも大好き。メンマが好き。九州でしか売ってるの見たことないんだけど、キクラゲメンマってやつがあって、キクラゲメンマ、あれがめっちゃ好きなの。わかる？九州の人しか飲んでない。うん、ホローありがとうございます。セブンの穂先メンマ、あ、そう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 、それ。あ、でも結構どこへでもあるけどメンマ。ローソンもおはまんもあるけど、どこも一緒。周りにメンマ好きな人いない？まあ、めっちゃ美味しいよ。まあ、大好きだね。クラゲメンマ。調べてみて。めっちゃ美味しい。美味しい。キクラゲのメンマの、両方入ってるの、キクラゲとメンマが。やつ。ご飯のお供みたいな感じ。おかずで食べる。もう白米とそのキクラゲメンマだけでもいいぐらい大好き。九州のスーパーでしか売ってるの見たことない。地元のスーパー、大分のスーパー、県外のスーパーあんま行かないか分かんないけど、九州でしか売ってなさそう。なんかね、パッケージにそのくまモンが載ってて、九州でしか売ってなさそうじゃない？なんか。それが美味しいんだよ。ご飯が進む。クワモン意外といろんなところにいる。あ、そうなの？九州だけかと思ってた。クワモンがいるから。いや、わかんない。じゃあもしかしたら売ってるかも。わかんないけど。キクラゲメンマってやつ。超美味しい。こんばんは。うん。エンジェルクマ？ありがとう。ありがとうございます。ウソダウンもみんなありがとう。ね。クワモンは全国、あ、クワモンは全国なのか。思ってたよりクワモンすごかった。
あ、キョカタムズ43人ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。4日目で43人ありがとう。赤のウソタワーの違い、赤のウソタワーは無料のウソタワー、0ポイントのウソタワーです。私が詰めてるのは赤じゃない方のウソタワーですね。赤の方のウソタワーはね、あのイベントギフトランキングの対象じゃないんです。待って、何コーナーにおる？ウナギメンマはなんか、なんかさ、佃煮とか売ってたりするとか、佃煮ってなんかあるじゃん、そういうコーナー、なんか昆布のなんか煮物とかそういう系売ってる、納豆とかとか、納豆とかと同じようなコーナーに近く、ああいう感じに。まあ、大分にゆるキャラいるはず。あの、わかんないけど、メジロン。初物の方、2度目の方、ありがとうございます。ありがとう。私、容器クラゲメンマ、私のおすすめの、おすすめのご飯のお供。家族で好きなの私だけなんだけど、好きなんだよね、それが。私だけだけどさ、ただもゆるキャラ、あれ、私ゆるキャラゆるキャラだったの。うん、キョカタムズ42人、ありがとう。キクラメンマ送料の方が高い。え、ほんと？九州から来るから高いのか。メジオン、メジオンじゃない、メジロン、メジロっていう鳥いるじゃん、あれに運をつけた時、メジロン。キクラゲメンマ超期待してたのに家族は食べない。いや、家族嫌いってわけじゃないよ。そのキクラゲメンマ、キクラゲメンマ、いやね、普通家族は、私が好きなだけ、めちゃくちゃ。家族は、普通。私がめちゃ好き。前、あるあるだね。私と家族。わかる、私だけ好きで家族普通、みたいな。まあ、うん、初見さんありがとうございます。食べてみてください。キクラゲメンマ美味しい、美味しそうだね。楽しみ、頼むの。私は好き、それが。メンマもキクラゲも好きで、その2つのなんか2つのやつか。まあまあ、クリームカルボ連れて帰る？あった？で帰るの？いいね。私も後で食べるの楽しみ。クリームカルボ。最高や。あと16万5491。あ、あとポイントか。ありがとうね、みんな。ありがとうございます。4位だ。嬉しい。昨日5位で終わったよね、私。ありがとう。昨日より順位が。やった。初音門の方ありがとうございます。イベント55分までなんで。いや違う、私の配信が55分まで。イベントは、ね、まだ全然あるよ。7日 ?4 月7日の10時までです。
今の配信が55分までするよってだけってこと。ネットかじゃない。キョコタムズ45人ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。55分になったらご飯休憩、そうご飯休憩とちょっと用事があるんで一回開きます。2回目はね、何時頃できるかな、10時半頃にはできると思うけど、用事が終わり次第ですね。うん、フォローありがとうございます、ありがとう。まだ時間わかんないからまた後で。こんばんは、どうもの方ありがとう。どうもの時間、どうもの時間ぐらいになりそう。また後でするね。昨日夜しようと思ったんだけど、ちょっと疲れちゃって行けなかった夜から今日。夜ご飯この後食べます。食べてない。ソムの方、2度目の方ありがとう。バイウソタワーありがとう。美味しいもの、うん、ちょっとご飯食べてくれた。ひなこちゃんとみぞ、ひなこちゃんって言ったの、ひなことみぞちゃんと、みぞちゃんって言おうと思ったらひなこちゃんって言ってた。みぞちゃんとひなこ混ざっちゃった。ひなこちゃん久しぶりに言ったな。ちょっと名前、名前は混ざってないか。びっくりした自分で。みぞちゃんとひなこ、ひなこちゃんめっちゃ久しぶりなのよ、そんなひなこちゃんって。食べるのクリームカルボ、クリームカルボ食べるだけ。うん、なんか全然合ってないって言ってた。え、昨日会ったよ、昨日一緒にあのひなののさライブを見に行ったから昨日会いました。確かに最近あんま会ってない。あのひなのんの生誕ぶりに会った、生誕イベぶりに。初音の方ありがとうございます。ひなこちゃんマジある、ひなこちゃんやばいね、普段呼ばないのに急にひなこちゃん。あ、昨日の配信出てたのか。あ、お前お土産もらえた。お土産はもらってないです。いや、どこに行ったんだろうね、お土産。いやね。どこに行ったんでしょう。ちょっと聞いてもらっていい？今日配信終わったよね、多分。明日とかに聞いてもらっていいかな。どっか行きました。うん、初音の方ありがとう。キョコタムズ46人。ありがとうございます。ありがとう。チョコだって、そう、チョコと、あと、韓国海苔買ってくれたらしいんだけど。受け取ってないよ。
食べたか？まあいいけど。ひなこがお土産買ったからって言ってくれた、もらったことない。そうなよ。読んでないのコメント。ちょっと待って、金髪のとこ、金髪目が分かんないんだけど、いくらげ、いくらげ、ミャンマー、あ、クマモンのやつ。カメが見えない。金、あ、金髪って書いてある。金髪。これだ。これ。そう。クマモンが乗ってるやつ。こんなやつです。これが美味しいんだよ。なんか、なんかね、他にもある。ごまわかめとか出てきた。たけのこわかめとか。他のもあるけど、きくらげのましか食べたことがない。他のも美味しそう。このね、きくらげメンマが。きくらげわかめもあるけど、きくらげメンマね、メンマ。え、これ、これがめっちゃ美味しいの。でも、きくらげの方が多いから、ちょっとメンマが多そうなのを取って買う、いつも。メンマが好き。キクラゲも好きだけど、キクラゲ美味しそうなやつ。やつおもの方、二度目の方、ありがとう。仕事先だけでいちご大福串出てくる。食べたことある。いちご大福串、え、串にいちご大福が刺さってんの？重そう。いや、食べたことない。ない。いちご大福串。ないね。重そう。重そうじゃない？なんか、こう、ずっしりしそう。串。私は食べたことないけど。皆様の方、二度目の方、ありがとうございます。こんばんは。ラーメンに抜けたら最強な気しかしない。いや、なんかね、ラーメンのキクラゲ違う、メンマだね、ちょっと違うの。なんか、おかずって感じ。その、ラーメンに乗せるてるメンマとはちょっと違う。なんか、うん、おかず。ご飯のお供って感じ。こんばんは。あ、初見さん、ありがとうございます。ありがとう。パタンは何串が好きなの？何串？串？あの、つくね棒。ファミマの。ファミマのつくね棒。それが好き。美味しいね、マヨのやつ。なんかつくねでもさ、なんか軟骨が入ってるやつ、コリコリしてるつくねあるじゃん。あれあんま好きじゃないんだけど、軟骨があんま好きじゃないから。だけどファミマのやつは軟骨入ってないから好きね。あ、ローソンのも美味しかった。ファミマしか食べたことないや。食べてみよう、ローソン。え、美味しいよね。あの、つくね棒美味しい。卵はあり。卵？何、卵って。卵の串。頭の方、ありがとう。今のつくね串とポックンミョンが夕飯でした。もう最高じゃん。私が好きなやつどっちもいいな。あ、つくねに卵。つくねに卵やったことないかも。
あんまさ、それさ、そういうのお店とかで出てくるイメージ、その卵がついて、あの居酒屋さんとかで基本つくね頼まない。あのね、軟骨が入ってたら嫌だから。なんか基本つくね頼まなくて、居酒屋さんか、だから食べたことないつくねに卵をつけて。でものつくね温玉につけ、あーそれ美味しそう、絶対美味しいね。大学って大きいイメージやけど、串に何個刺さね、そうだよね、なんか重そうじゃん。一個でもまあまあ重い気がする、棒串に刺さってたら。軟骨はダメ、唐揚げ、唐揚げも軟骨コリコリしてるのは好きじゃないよ。唐揚げは好き。こんばんは、初見さんありがとうございます。アトムの方ありがとう。こんばんは。でね、軟骨入りがち、入りがち。だからあの店とかで食べない。でもなんかファイマーのやつは入ってないから、つくね卵ってネギ油みたいに交互に刺さってるの。あね、なんかつくね、普通のつくねに生卵をつけて食べるやつだよね。そのことでしょ、卵黄かな、つけて食べるやつ、それだよね、みんなが言ってるの。何かイベント参加してます。今エイプリルフールイベント参加してます。それで嘘タワー集めてます、イベントで。はじめまして、ありがとう、初見さんありがとうございます。ありがとうね。あ、今日がたまず47人、ありがとう、ありがとうございます。肉団子とつくね何が違う？え、確かに肉団子とつくね、確かに何が違うの？わかんないわ。わかんなかった。考えてみて。二度目の方ありがとう。47、よかったもず47、ありがとう。何何、ボタンもいっぱいありがとうございます。もう70万いってるポイント、ありがとう、ありがとう、ね、ウソタワーもうギフトランキング136,423、ありがとう。53、あとね、55分になったらランキングで終わろうかな。終わります。ありがとうね、時間教えてくれて。イベントない、イベントは、総合のランキング4位で、ギフトランキング、ウソタワーの個数のランキング、もう4位です。両方4位。ありがとう。やった。ありがとうございます。どうもの方、2度目の方ありがとうございます。こんばんは。4位、ありがとう、嬉しい。やった、クレーターもう終わりか。また後でね、あのご飯食べて用事終わったら配信します。10時半とか11時ぐらいになるかな、多分ぐらいにはできると思う。また後でもう一回配信するんで待ってて。そこの1位2位強い、てかトップ3強いよ。 SS の方たちだよ、みんな強い。
SS ランクの方だと。あ、50分ありがとう。ランキング53位から読みますね。じゃあ13位から読みます。13位、大木正義さん、ありがとうございます。12位、アイアンさん、ありがとうございます。11位、スイートラブさん、ありがとうございます。10位、プチーニさん、ありがとうございます。9位、シンさん、ありがとうございます。8位、にゃこさん、ありがとうございます。7位、ティーさん、ありがとうございます。あ、6位、キョナツアットマーク、今日も明日も明後日も今日かもしんさん、ありがとうございます。5位、ヤスさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。3位、キッシーさん、ありがとうございます。2位、風富人さん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございました。じゃあちょっと一旦終わろうかな。また後で10時半11時ぐらいにはできると思うんで、ぐらいからまた始めます。後でファンルームって言いますね。ちょっと今からするみたいな感じのギリギリな告知になるかもだけど、また後でやろうね。食べに来てください。じゃあ一旦バイバイまた後でね、また後で。じゃあね、ありがとうございました。また後で。